ここでは、リュウゼツランを繁殖させる方法を説明しましょう。リュウゼツランは多肉植物で、根から子株ができます。それらは地下茎と呼ばれます。この親株は3年で根から子株が出始めます。イ・フエロスと呼ぶこれを取り、植え替えをします。そうすることにより、遺伝的に多様性を持たせます。一つの親株から12、14、またはそれ以上の子株が生まれます。それらをこの畑や別の果樹園、さらに別の果樹園へと植え替えることにより、伝染病やウイルスから守るために必要な遺伝子間混合が得られ、健康な果樹園を維持できます。私たちは子株を継続的に取り、さまざまな果樹園、標高、気候、土壌に植え替えています。遺伝的多様性を維持するためです。約5万株があるこの果樹園全体でウイルスはなく、害虫の侵入もありません。それは私たちは常に膨大な数の親株をさまざまな場所に植え替えをしているからです。